こんにちは。こんにちは。哲学の劇場の吉川博光です。山本孝光です。人文的、あまりに人文的。今回で第58回目になります。今日は何を話しましょうかね。まあいろいろあるのですが、例によってですね、たくさんリクエストを頂戴している中に、確かにね、言われてみれば、そうだなと思うのがあるので、一回で済むかどうかわかりませんが、哲学の話。たまには哲学の話をしてくださいみたいな。そう、看板に掲げてるのにね。そう、あんまりしてないから、その哲学の話を聞きたいというね、リクエストを頂戴していましたので、たまにはね、そういうことも話してみようかというので、いかがでしょうかね。そうね、確かに最もだね。うん。じゃあ、まあ、とはいえね、哲学の話って言ってもね、何から話していいか、どれだけ話していいか、ね、何十回にもなっちゃうかもしれないので、とりあえず、まあ、いつ頃どのように哲学書を読むようになったかとか、まあ、簡単に言うと哲学との出会いみたいな話をしますかね、とりあえず今回は。そうね、まずはそんな話をしてみてね、それで続きがあればまた別の機会にね、やっていくということにしましょうかね。もしね、続きうまく話せそうだったら、どんな風に読めばいいのかとか、そうそう、そういう話もできそうだしね。うん。じゃあ、山本くん、哲学との、慣れ初めは、どんな感じだったんでしょうか。そうですね。もう、そうは言ってもね、我々もう、50前後。そうなんですよ。私のね、同級生もね、続々とね、4月生まれが50になっててね、まあ当たり前なんですけど、同じ学年だから。そう。だからもう大学を出てから数えても30年弱というね、時間が流れているので、まあ期限って何でもそうだけどね、定かではないと。定かじゃない。で、場合によっては語り直すたびにね、何か、変わっていく。変わっていくっていうことがあると思うんですが、私の場合、どうでしょうね。多分、前に、ちょっと別の機会にね、岩波文庫と、出会った話をしたことがあったかもしれません。高校生の頃に夏休みの課題図書じゃないけどね、世界史の先生がブックリストを配ってくれて、その中にヘロドトスの歴史があって、それが岩波文庫だったんですね。で、岩波文庫のヘロドトスの歴史を買って、まあ挫折しましたと。到底上中下巻をね、読み通せなかったと。ただ、その巻末に、岩波文庫の期間の目録がついててね。で、その中、それを見るのは結構好きで、で、多分プラトンの対話編ですね。あれってほら、本当に、こう、プラトンじゃない、ソクラテスと、例えばゴルギアスとかね、対話相手を交互に話す形で書いてあるから、なんでしょう、私たちが哲学書って言われた時にね、何をイメージするか人によるとは思いますけど、なんかこう難しいことがずっと独り言のように書いてあるっていうのとはだいぶ違っていてね、それで、まあ理解できたかどうかは別として、こんなスタイルで、これも哲学書なのだと思ってびっくりしながら、読んだのは覚えてますね。その辺の話はあれかね、今年出した、人文的、あまりに人文的に、うん、まあ少し載ってるかな。あ、そうだね。青春編とか言ってね、そういう話もしましたね。そうか。まあ、私は山本くんとだいぶ違うと思いますね。私はまあ、山本くんはよくご存知の通りですが、高校卒業するまでは、まあ、とにかく卓球のことしか考えてなかったんで、読書の習慣もほとんどなかったんだよね。でも、まあ、めんどくさいからなかったって言い切るんだけど、ゼロではなくって、実はスティーブン・キングは読んでた。
ホラー映画がさ、なんか卓球部の中で流行ってて。ホラー映画ね、うん。まあ、それで、シャイニングとか、クージョとか、キャリーとか、キャリーね。読んでたんですね。うん、で、うん、ただね、大学入ることに決まって、ちょっと勉強しなきゃっていうのでね、入学前の春休み、私3月生まれなんで18歳になったばっかりの春休みに、なんか本を買いに行ったんですよ。近所の今井書店ってとこにね。そうするとね、もう何買っていいかもう分かんないわけ。そりゃそうだ。で、文庫のところ見るとね、まあ、若者だからお金がないから文庫をまず見るんですけど、一番目立ってたのがね、朝日文庫の本田勝一のシリーズでさ。今は、当時わかんないけど、今黒いカバーでね。まさに、シリーズみたいにね。真っ黒な背表紙に白いゴチック体で、殺す側の論理とかね、書いてあるわけよ。殺される側の論理。あれで、なんだこれと思って読んだら、まあそれ衝撃でね。まあ戦争の話じゃん。で、すごく感情的に、揺さぶられるものがあって。ただね、今なんでこんな話してるかって、これ、実は哲学との出会いじゃないんだけど、なんか哲学との出会いにの準備だったような気がします。その感情が揺さぶられる経験っていうのは。その本は、本当に一人で本屋さんに行って、なんか眺めている中で、これってなんか出会ったっていうことかな。何しろさ、基準も何もないからさ、見た目のインパクトで。だってさ、真っ黒な背表紙に白いゴチックで、白抜きのゴチックで、殺す側の論理とか書いてあったらちょっと気になるでしょ。そうだね。しかも朝日文庫は、その他のやつはみんな白いカバーでね、その中に黒とね、目立つし。真っ黒。結構ショッキングなタイトルだしね。で、その時にね、例えば、ベトナムの北爆の話とか、で、あと、日本軍のが中国大陸でやったこととか、もちろんその中の事実がどこまでね、本田勝一が報じた通りだったのかっていうのは、もちろんいろいろ個別には、議論の余地は、まあ当然報道だからあるんだけど、でもとにかく人間がこんなことをするのかっていうか、一体これは、まあ許されるも許されないも、やられてることで実際にっていうのがちょっと信じられなくて。で、まあ、なんていうか、すごく、簡単な言葉を言うと、正義とは何かと、いうことをね、大変恥ずかしながらその時に初めて考えたような感じですね。その本田勝一を読んだ時というのは、その読んで例えば衝撃を受けたり、こんなことがあるのかってね、今話してくれたようなことを、なんか周りで話すような人とか相手ってのは いました？これがね、いたらよかったんだけど、全然いなかったです。で、いればね、ちょっと違う方向にいたと思うんですけど、いなかったもんだからっていうか、周りのせいにしちゃいけないんだけど、なんとなくね、これがいいとか悪いとかじゃなくて、そうだったんじゃないかって事実の話としてね、大学に入って、卓球ばっかりしてて、学問なんてのは何も知らないのに、スルッと哲学に興味持ったのは結構そういうところがあるかなと思っててね、これよくもあると思う、周りに話をできる人とかいなかったからっていうのも実はあって、っていうのもね、周りにいろんな話できる人がいれば、例えばアメリカとベトナムってのはこういう関係にあってとかね、当時と日本と中国はこうなっててとかね、普通にその歴史的事実の探求に向かう、つまり歴史とかさ、国際関係とかさ、そういうのの、調査に向かってもいいわけじゃん。そうだね、社会運動とかね。そうそう。
でも私の場合はこんなことが起こっていいのかっていう疑問のまま、うん、その感情的ななんかその揺さぶられみたいなものだけがこう残ってて、うん、でまさにその、まあ、大学に入ってさ、うん、まあ現代政治学だったかな、ちょっと覚えてないけど、うんうん、政治学の授業の参考文献のまさにプラトンの国家、うん、でまあそこにまあ正義っていう問題が出てくるわけじゃん、うん、そうそう結構直結してんだよね、うん、そこで、うん、だから、うん、これね哲学する人をディスるわけじゃないんですけど、うん、実際に具体的にいろいろ調べる手立てがあれば、うん、そっちに行ったかもしれないんですけど、うん、何も知らないからそのまま正義とは何かみたいなところに、うん結構するって言っちゃったっていう。なるほどね。でもそれって結構本質的なことっていうか、なんだろう、哲学に限らないかもしれないけど、自分がこうもやっとしたり揺らいだりして正義ってなんだろうって思ってる時に、いやそれはねとか言ってこう、これこれこういうことだよってこう例えば誰かからね答えらしきものを教えてくれる人がいたとしたらね、まあそれはそれで別の道に進むかもしれないんだけど、同時にモヤモヤがちょっと弱くなったり消えたりするからさ、うん、自分で考える可能性も減るっていうかな、うん、そんな気はするよね、うん、だからこう良くも悪しくも私にとってそういう意味では、うん、哲学っていうのは結構常にその感情から入ってるって感じがしますね。例えば いかにしてさその、うん、無矛盾的な小売系を作ることが可能かとかさ、そういうのよりは、うんまあそれだってさその、うん、ベースには感情があるのかもしれないけど、うんうん、そういう知的なまあ簡単なことで言うと知的なっていうよりは結構感情的な揺さぶられに対する、うん、その、うん、リアクションみたいなところがあったかもしれないなと今になっては思いますね。そういうなんか最初の衝動というか衝撃みたいなものってその後もずっと持続したり尾を引いたりしてるもんですか？うん、多分、うん、持続してると思いますね。うん、なんかそんな気がするよね、うん、吉川君の関心の持ち方とかね、うん、続き方を見ているとね、うん、なんかこうざわざわするとかさ、うんうんうん、その魚でされるとか、まあ、そういうことに結局興味があるなっていう気がしますね。でさっきね大学の国際政治学か政治学っていうね話が出たんだけど、吉川君と私はね、同じ大学の学部は違うんだけど同じキャンパスで、過ごしているんですけれども、その何だっけ、総合政策学部と私は環境情報学部っていうね学部なんですが、1、2年生の一般教養科目は全然共通なんですよね。で思い出してみるとね、その教養科目って本当にいろんな科目があって、今思えばオールスターみたいな先生方で贅沢な場所だったんだけど、何でしょう、哲学ど真ん中っていう講義って何かあったかしらね。現代思想っていうのは何かあったと思うんだけどね、これがね、なかったよね。うん。そうなんだよね。あとでさ、先生方に聞いたんだけどさ、うん、我々の学部って、我々が第一期生で、できたばっかりの、うん、キャンパスだったんですけど、うん、総合政策学部と環境情報学部。うん、カリキュラム作るときに、うん、哲学は入れないようにしようって。あ、そうなんだ。うん、っていう話を、あとで、先生方から聞いた。うん。なんでだろうね、でも。うん、まあ、なんかでもニュアンス的には、うん、そういうその旧態依然なカビ臭いものじゃなくって、うん、もうちょっともう初めからインターディシプリナリーな、うんうん、科目でもう一般教養であろうと、うんうん、もう学生に初めからそういうものを学ばせようっていう、うんうんうん、そういう意図だったみたいな。その時に思い浮かべられていた哲学というもののイメージが、そういうイメージだったわけだね。じゃあ、逆に言えばというか。だから、その、すごく逆説的だなと思って面白いのは、うん、哲学っていう科目がないからさ、
なのか分かんないけど、あらゆる科目の参考文献とかに哲学の本が載ってるみたいな、うん、そうだ。そうそうそう。本当にそうなんだよね。いわゆる哲学と呼ばれるもののね、に触れるチャンスが、心理学経由だったり、現代美術論経由だったりね、いろんなところでそれがちらちら出てきていたよね、うん、そういえばね、うん、だからその、まあ、哲学っていう科目がもしあったとしても同じだったかもしれないけど、うん、でも、うん、我々から見るとさ、うん、なんかチラ見せの魅力っていうかさ、うん、あのどの科目を除いてもちらちら出てくるからさ、かえって気になるみたいな感じはあったなと思いますね。それはなんていうか一概に悪いことではないような気もするね、うん、今にして思えば ね、 そうね、当時はそんなこと全然私は考えてなかったけど、うんうん、後から思えば、うん、逆に興味をかきたてられるというかな、うん、で山本君は高校生の頃のヘロドトスからプラトンと来て、うんうん、で大学で何か変わったりした、そのあたりのなんていうか哲学との付き合い方みたいな、うん、そうね、私は、プラトンを読んでアリストテレスがその弟子だというのを知って そっちも読んでみたりするんだけど、結局のところはよくわかんないので、うん、なんでこの人たちはこんなことしてるのかなっていうのが気になってね、それで、でも大学の授業の中にそれを直に扱う科目は私は遭遇しなかったので、あ、もう、うん、なかったでね、そう、うん、ない、先生方がなしにしようって決めたそうないけど気になるし、吉川君が言うようにいろんな科目で、でもプラトンやアリストテレスをはじめね、もちろんデカルトやライプニッツやルソーみたいな名前はどこに出てもそれがそれと出会うから、そうなんだよね、うん、嫌でも考えちゃうってことはあったよね。だから変わってったっていうよりは、なんだろう、油をちょっとずつ油を注がれている感じはあったかもしれないね、うん、で今思い出すこととしては、これはね吉川君の本田勝一と少し似てるかもしれないんだけど、第二外国語で、アラビア語を取ってたんだけど、アラビア語の先生がね、確か、なんだっけ、デリダと同じで、あっちの、アルジェリア？うん、アルジェリアかどっか、あっちの方の出身の方でね、フランス語ネイティブなのかな、わかんないけどね、で、アラビア語も使う人で、で、その、女性の先生でしたけどね、彼女がアラビア語の書法を手ほどきする授業の中で、なぜかね、エドワード・サイードのオリエンタリズムの話をしてね、で、うん、このぐらいは読んでおかないとダメだみたいなことをおっしゃって、でアラビア語はまあ、そんなね、初級ではものにならないけど、それでサイードっていう名前を教えられて、オリエンタリズムを読んで、まあ、半分も分かんなかったとは思うけど、さっきの本田勝一と似てるようなね、なんかもやっとする、西から東を見たときに、こう、ある種のバイアスをこう当てはめてね、他人を、なんだろうな、自分のいいように見るというね、そういう見方があるっていうのが、しかもそれが、文化に幅広く浸透してるんだという指摘に遭遇して、それはだいぶびっくりしたというか、まあ物を知らないからびっくりするんだけど、そういうことを本に書いてる人がいるっていうこと自体驚いたっていうのはありますね、うん、なんかそうやって話してるとどんどん思い出してくるんだけどさ、うん、そう私がその大学でその、うん、まあいわゆる出会ったといって言っていいような哲学書って何かなって今考えたときに、うんうん、さっきから話してる大学の授業、歴史学系の現代歴史学みたいな授業で取り上げられていた、うん、かといってでもそれが、うん、その先生が解説してくれたわけじゃなくて、参考文献に載ってただけなんだけど、うん、プラトンの国家、うん、あと、うん、伊関先生だったかな、マーケティングの、うんうん、授業、興味範囲半分で取った中に、うんうん、ルーズ語りのアンチョーディプスがあって、うん、何この変なタイトルと思って、読んでみたらさらに中身はもうもっと変で、うんうん、だから、で、私のってこう、プラトンの国家と、ルーズ語りのアンチョーディプスっていうのは、
あの最初期にすごくなんていうか、あの別に自家躍動中のものにしたとかそんなことは到底言えないんだけど、とても印象深い本でしたね、すごいね、超古典中の古典と、あの最前線中の最前線の2つの極点みたいな、なんかね、本当そういう風な授業だったよね、なんかそうだね、山本君はそのサイドは、のオリエンタリズムあったとして、何かその当時のその、慣れ初めの時期に、なんか、ものすごくこう印象深い出会いみたいなのありましたかね。印象深いかどうか、ちょっとね、わかんないんだけど、そう、まさに話してると、次々と思い出すんだけど、これもね、あの、哲学じゃなくてさ、ね、現代美術だったかな。岡田孝彦さんという詩人でもある人がね、担当していた講義で、あのやたらベンヤミンの話するんだよね。でね、将軍者のベンヤミン著作集をその時、古本で手に入れて読んで、で、当然ベンヤミンはさらにわかんないから。本当わかんなかったよね。そう、全然わかんないんだよ。本当にわかんなくて、なんだろうな、その、さっきプラトンもね、なんでこの人たちはこんなこと考えるんだろうって、言いましたけど、ベンヤミンもまたね、なんでこんなことを考えようとしてるんだろうっていう、その、モチーフというかな、動機についての疑問っていうのがね、読めば読むほど増幅するんだよね。中の議論自体は、わかんないことが多すぎて、わからんって記憶ばっかりが残ってるんだけど、で、その中でもね、取り立てなぜこんなことしてるのかっていうのはね、非常に疑問に思っていましたね。そうね、ベンヤミンね、黄土色のカバーに赤い帯で、そうで、ビニールがかかってる。そう、ビニール。ね、あれで、複製芸術時代の、話とかね、読むんだけど、全く歯が立たないっていうのはこのことでね。だからその中でね、そう、その中で少し救いだったのが、これは前に、それこそ、さっき吉川君が挙げてくれた、人文的、あまりに人文的の中の、おまけの対談で、ちらっと述べたかもしれないけど、当時、養老孟司さんの結納論っていうのが、現代思想に載っててね、それを読んでいく中で、養老さんが参照している有力な参照源の一つとして、デカルトがいたと思うんだけどもね、デカルトはね、実はその時方法序説を読んで、これはわかると。わかるっていうのはおこがましいんだけど、薄いし、しかもあれは方法についてのお話っていう、デカルト自身がね、自分の経験に即してこうね、こんな風にして自分は、哲学をしてるんだっていう、それを述べていて、しかも、方法の話だけにね、彼の動機も明確なわけですよ。世界をより適切に把握するにはどうしたらいいか、みたいなね。これはね、さすがにってのは変だけど、他の、プラトンやベンヤミンやね、なんかと比べたら、格段に腑に落ちるって感じはしたね、うん。で、しばらくだからデカルト好きでしたね。なるほどね。でも確かにね、山本くんの話で、その養老孟司とデカルトは出てきたような気がする。そうそう。っていうのがあって、まあ、それもあったから分かんないけど、なんか気になり続けて、以後もね、読むってことはあったと思うんだけど、逆に私が、学生時代の吉川くんのね、読書、哲学、特に哲学方面の読書で言うと、ウィトゲンシュタインにかなり早くから目をつけていたでしょう。あれは何かきっかけがあったんですか？あれなんだろうな。大学生の頃に、卒業ぐらいの時点で、私が、なんて、いわゆるハマってた哲学者っていうのが、簡単に言うと、ウィトゲンシュタインと、ティル・ドゥルーズだったんだよね。で、ウィトゲンシュタインは、なんででしょうね。
本当のきっかけか分かんないけど、よく覚えてるのは、うん、我々も共通の、あの先生であった赤木明夫先生のゼミで、うんうん、美術についてアートについて考える会があって、うんうんうん、これ山本君いたっけ？いたと思うけどな、うん、でその時にね、私ね、ユトゲンシュタイン的なアプローチでアートについて考えるとどうなるかみたいなものを発表っていうか、レポートみたいなのを書いた記憶があって、その時にはもうすでにユトゲンシュタインにすごく関心があったんだね。うんうん、そうだよね。で、後にはというか、大学を出る前には、その論文みたいなものをね、一応書いたりしたけれども、うん、そこでも確かね、ウィトゲンシュタインのことを触れていたような気がしますね。何なんですかね、その、ひょっとしたら、エクセントリックな人格に魅力を感じただけかもしれないし、もっともらしく言うと、うん、特に後期のウィトゲンシュタインは、うん、ものの見方をちょっと変えてくれるところがあるじゃん。うんうん、そういうのに、魅力を感じたと言ってもいいかもしれないんだけど、うん、でもそれ今考えたんであって、うん、そう、実際なんでハマったのか覚えてない。うん、で、そういうふうに考えるとさ、うん、っていうか、もう一つの歴史みたいなのをさ、やっぱり想像せざるを得なくて、うん、そうそう、うん、ウィトゲンシュタインとジル・ドゥルーズっていう、かなりタイプの違う、うん、っていうか、どっちかというと敵対的な、うん、2人に魅力を感じたんだけど、だってジル・ドゥルーズなんて、うん、アベセデールっていうテレビ番組のあれで W をウィトゲンシュタインに当ててて、うん、哲学の敵だって言ってるからね、うん、哲学の暗殺者だって言ってるからね、うん、でだからそういう意味ではウィトゲンシュタインと、うん、ジル・ドゥルーズっていうのはその、うん、2人の間に三角関係の間に挟まるその2人としては、うん、適切は適切なんだけど、うん、そうだね。でも年代で考えると、うん、もっと適切な相手がいて、ウィトゲンシュタインとハイデガーっていうのは、うん、同い年だから、あと哲学的にももう対極にあるので、うんうん、そうね。だからもう一つの歴史、私のね、歴史だ、うん、ありうべき歴史では、ウィトゲンシュタインとハイデガーだったかもしれない。うん、なんかの表紙で、ウィトゲンシュタインと、ドゥルーズになったって感じですね。うんうんうん。面白いね。すごく面白いね。それっていうのもなんか、これも完全に後知恵だけれども、なんでしょうね、さっきから言っているように哲学というね、授業がなくて、ある種の系統だったね、哲学の歴史をこう、学んでいないからこそっていうか、ごちゃ混ぜの状態がまず、カオティックな状態がね、あって、でその中で、本当なら、同時にはなかなか同居し得ないようにね、哲学者たちが自分のその先達というか気になる存在としてね、両方同時にこう好きな状態が生まれちゃうっていうね、非常に面白いし、ある意味幸せなことかもしれませんね。うんうん、そうね。確かに言われてみると、うん、すごいカオティックな状態があって、うん、めちゃめちゃキャラ立ちのある両極端のキャラだけがこう競り上がってきて、うん、そうそうそう、両方の間で右往左往するみたいな、うん、そうそうそう、そういう感じかもしれないですね。うん、ねえ、これが最初からなんていうのかな、もうウィトゲンシュタインだったらこれ一本みたいになるとね、それに関わる哲学の系譜をたどっていくっていうことにもなった可能性があるわけだけどね、全く違うというのはすごく面白いね、それはね。うん、山本くんはその大学生の段階で、うん、例えば私にとってのウィトゲンシュタインとかドゥルーズみたいな存在っていましたか？うん、それがね、多分まあひょっとしたらこの人文的でもいつかねお話ししたかもしれませんけど、私は結構アリストテレスがその頃から気になっていて、いわばその哲学のアイドルですね。うん、で、当時はでもお金がないから、アリストテレス全集っていうのはあるのは知ってたんだけどね、図書館で借りては読んで、また借りてっていうのをずっとやってましたね。近所にたまたま公共の図書館、ね、湘南大図書館っていうのがあって、うん、そこは意外とですね、哲学書の。いや、いい図書館だったね。うん。まるで死んだ人みたいに言っちゃいましたけど。今もあるんだろうけどね。
そこに入り浸ってね、アリストテレス全書をともかく読んでましたね。うん、なんかもう、山本くんがアリストテレスっていうのは、うん、なんかすでになんかすごく似つかわしい感じですね。うんうん、全く素直にうなずけるね。うん、うん、そうだからね、ひねりがなさすぎて全くその意外性はないね。確かにそう、意外性がなさすぎて面白くないからね、これあんまり話さないんですけど逆に吉川区の本田勝一とかね、ドゥルズみたいに話としてなんか成り立てばいいんだけどね、全くそう何のあれもないんでね。そうなんですよ、ね、これ完全な余談ですけど、うん、本田勝一は本田勝一で、うん、あんまり私話さない理由があって、うんうん、これ本田勝一が朝日文化人として嫌われてるっていう理由じゃなくって、うんうん、確かね、東博樹さんが中学だか高校の時にも本田勝一読んでたって話をしてて、うんうん、もう全然かなわねえなと思ってほぼ同い年だからねあとね、スティーブン・キングも、うん、あんまり人前でしない理由があって、うん、これもね、岸正彦さんが、うん、もう小学校だか中学校の段階で、イットとか読んでたっていう、うん、もうダメだな、これ、みたいな。早いなぁ。なんかさ、私は、その、うん、高校まで本当に卓球ばっかり考えてて、うん、だからあらゆる意味で、うん、遅れてるって意識があって、うんうんうん、誰に遅れてるかとかっていうんじゃなくって、うん、具体的に、なんか遅れてるって意識があってね、うん、早熟な人にね、コンプレックスみたいなのがあって遅れてきた青年としてはそうそうそう、うんうん、だからちょっとね、躊躇しちゃうんだよね、こうスティーブン・キングの中津一の話は、うん、それは分かる気がするな。でもそれを言い始めるともうね、ほとんどの本についてそういう人がいるから。そうそう。ね、ソウル・エイ・クリプキとかさ、うん、ガロアとかさ。うん、そうそう、何も言えなくなっちゃう。それこそウィトゲンシュタインもそうだしね。うん、そうそうそう。うん、そうなんだよね。うん、っていうふうに考えると別に遅くてもいいって、大人になってね、まあ、うんうん、少しは心が休まりましたけど。うん、うん、そうなんだよね。まあ、早く出会ったからといってね、その時々で理解できることは当然違うものなのでね。うん、それはそれで、まあ、ひょっとしたら吉川区に限らずいろんな人が似たようなね、うん、なんていうのかな、感じなくてもいいコンプレックスというのを感じてしまっている人もいるかもしれないんでね。うん、それについては、まあ、そんなに気にする必要はないっていうか。うんうん、すごいとは思うけどね、本当にね。うん、うん、もちろん。うん、ただ、まあ、自分にやる、できることをやるだけだ。うん、もうそのね、10坪の土地にね、エンパイアステートビルは建たないし。うん、そう。そこはね、比べても、比べられそうに思えるけど、比べてもそんなに意味はないと思っておくのがちょうどいいことじゃないかなと思うね。うんうん、それこそさ、ウィトゲンシュタインのね、うん、レイモンクによる秀逸な伝記があるじゃん、うん、あれなんて副題が天才の責務でさ、うん、いや本当天才じゃなくてよかったなと思ったりしましたもんね読んでそう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 、天才にはやらないといけないことがね、うん、あるからね、うん、なんかこれもう話してるとどんどんいきそうなんでちょっと、うんうん、区切ってまたこう、うん、次回はまた別の話しましょうかね。うん、そうしましょう。とりあえずね、今日喋ってみて感じましたけど、話せばちゃんと何か思い出して思い出すね。うん、やばい偽記憶も入ってるかもしれないけど、うん、思い出せるというのが分かったから、少しずつね、別に我々の思い出だけを喋るってわけじゃなくて、うん、でも、おのずとね、例えば、わかんないけど、スピノザのエチカを初めて読んだときはどうだったかとか、うん、その後どんなふうに付き合ったかっていうのもね、結局、どの哲学書を取り上げても、きっと思い出話を交えながらってことにはなると思いますからね。うん。うん、ぼちぼちやります、まあ。うん。そうね、その、哲学の話の中にはもちろん、我々の経験なしに我々にとっての哲学ってないわけだから。
その思い出話が混じるし、で思い出話の中にも何かしら哲学についての一般的な、うん、あの何かが、まあ、おそらく出てくるだろうし、うんうん、まあそれがね、あの直に皆さんの何かの役に立つとは思わないけれども、うん、あのそうか、そういう付き合い方もあるのかというね、うん、参考になればなぐらいには思いますね、うんうん、そうね、うんうん、まあそういうわけで、じゃあ次回はちょっと、はい、今、うん、今日はあでも確かにね、今日はまあ本当の出会いと、うん、その学生時代っていうことで、うん、次は何にしますかね、ちょっと考えておきましょうか、うん、会いましょうそういうわけで、まあ今日はちょっといつも普段とちょっと違う雰囲気の話になりましたが、うん、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。